どうも、イキリネです。さあ、2月もね、後半に入ってきて国立前期試験が迫っているかと思うんですけれども、で、まあそんな中で今日は東大数学の面白い問題を紹介していこうかなと思います。そうね、東大とかって実は意外とシンプルな問題が多いんですよ。難しいんだけどシンプルっていう、なんて言うんだろうな、みんなこう難しいっていうイメージでいくと、長い定義が書いてあって、もう何言ってるのみたいな問題がね、多いイメージだと思うんですけれども、実はね、そうじゃないんですよ。ひょっとすると小学生でも解けちゃうような当たり前のことなんだけれども、みんなが気づいてないことだったりとか、あ、ここを見逃してたなみたいな痛いポイントはね、ついてくる問題が多いんですよ。はい、そんなわけでね、まあ、第1問紹介していく問題はこちらです。円周率が 3.05 より大きいことを証明せよ。これはね、当時すごく話題になった問題で、知ってる人ももしかすると多いんじゃないかなと思うんですけれども、で、なんで話題になったかっていうと、私がね、ゆとり直撃世代なんですけれども、円周率が3になった時代があるんですね。普通のただの掛け算みたいになっちゃって、これ何のためにやってんだろうねみたいな。で、その年の東大の問題なんですよ。これのね、いいところは、円周率って何か分かってますか、本質って何っていうところをね、聞いてくるところがいいなと思いました。何ですかって聞かれると、大体こう 3.14 ですって言いたいんだけど、別に 3.14 って数字がね、重要なわけじゃないんですよね。その定義が重要なわけであって、まあ、円周率ってね、どういう定義かっていうと、まあ、掛け算のね、内容からも多分普通に分かると思うんですけど、円周の直径に対する比率、これが円周率になっているわけです。で、まあ、これの証明方法なんですけれども、まあ、円周をね、初めて見つけたアルキメデスと同じことをやればいいわけですよ。中に多角形を書いて、それの角度からっていう感じでね、まあ、求めていければ必然と出ると思うので、まあ、これのね、解き方についてはネットで調べてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、続いてね、紹介していくのは、これもね、小学生でも解ける問題ですね。まあ、ちょっと文章がね、こちらは長いんですけれども、 A、B の2人がじゃんけんをして、グーで勝てば3歩、チョキで勝てば5歩、パーで勝てば6歩進む遊びをしている。要するにこれは何を言ってるかというと、グリコですよ。グリコ、 A が進んだ歩数から B をね、が進んだ歩数を引いた値って何かっていうと、どんだけ勝ってるかってことですよね。これが最大となるっていうことは、まあ、つまりね、この問題何を問うてるかというと、グリコの必勝法を生み出せっていうことを言ってるわけなんですね。これね、まあ、式で説明しようとするとなかなか難しいと思うんですけれども、実生活の中でやってみると簡単に思いつくかもしれないですね。こういう遊びのね、一つにも数学が見出せる子っていうのが、東大とかでそれこそ数学を学ぶべき人材なんじゃないかなと。で、次の問題に行こうと思います。一般角シーターに対してサインシータ、コサインシータの定義を述べよ。まあ、これはね、サイン、コサインがわからない人もいると思うんで、もうわかりやすく言うと、1たす1はなんで2になるのって聞いてるのと一緒なんだよね。足すって何ですかみたいな。で、ちなみにこの年のこの問題、意外と出来が悪かったみたいですね。高校もそうだし、中学もそうだし、小学校も下手したらそうだったかもしれないんだけど、使うことがね、重要だと思ってたと思うんですよ。掛け算とかって、別に掛け算の定義を理解することよりも、 2×3 がね、できることを優先しがちだったと思うんですよ、今まで。で、この問題をね、見つけたサイトの方では、教科書の内容すら身についていないうちに難しい問題集を解いている受験生に対する警告としての問題なんじゃないかというふうに書かれているわけなんですけれども、まあ確かにそういうアンチテーゼというかね、何かこうメッセージ性を持って投げかけるような、そういう問題が東大は多いんじゃないかなと思います。で、次の問題を紹介していきたいと思います。これね、最後なんですけれども、この問題は私が高校生の時に知って、で、この企画をね、思いついたきっかけの問題というか、ふと思い出したんですよ、この問題を。なんでこの問題が記憶に残ってるかというと、私の高校一番数学ができる子がこれ即答したんですよ。ノートに一文字も書かずに、
というわけでやっていきます。容量1リットルの M 個のビーカーに水が入っている。要するに1リットル入るビーカーがたくさん並んでいて、そのうち2番目に少ないものと1番目に少ないものを合わせるという作業を何回もしていた時に、下の2つのことを証明しろという問題になっています。用意したんですよ。はい、こちらですね、1リットル入りのペットボトル、これを5つ用意しました。で、ちゃんと A がね分かるように、こちらコーラのボトルにしてそれぞれ用意したので、これを使ってやっていきましょう。というわけでね、5つ用意しました。こんな感じです。で、 A をコーラのボトルに見立てようと思って、これだけちょっと別のボトルにしました。そんな感じで1リットルのものが5つあります。今ね、こちらに1リットル全部入っている状態なんですけれども、これを問題のようにそれぞれ他のボトルに分けていこうと思います。で、今回ね、括弧2番をちょっとやってみようかなと思うので、初めに一番多く入っている A の量が5分の2リットルより多いとき、 A は元の水のまま最後まで残ることを検証していこうと思うので、1リットルの5分の2なので402リットル入れていきます。こんな感じね。はい、じゃあ測ります。で、あと残りのボトルにそれぞれ大体ぐらいでね、適当に入れていきましょう。はい、そんな感じでちょっと適当にバラバラに水を入れた状態にしたので、これで検証していきたいと思います。まあ、これね、普通に多分簡単にねパッて計算しちゃったりとかすれば答えも出ると思うし、もう数はね分かっている状態だったら多分そんなに難しい話じゃないと思うんで、なんとなくもう予想はつくと思うんですけれども、見ていきたいなと思うので、この数でやっていきたいと思います。で、この問題文にあるように一番少ないのとその次に少ないのっていうのを取り出して、で、一番少ないものを次に少ないものに足していきます。で、足したいものに関してはこれは取り除くと。なので、今度これと同じような操作を繰り返していきます。で、次にこれですね、これとこれを抜き出して、で、一番少ないものっていうのをこの中に入れます。はい、で、こいつを取り除きますと。この状態です。この状態で見てみて、こいつがそれでも一番多ければこいつは残るってことですよね。はい、で、ちゃんと見るためには多分このボトルじゃいけなかったですね。失敗したわ。まあまあ、写せばいい問題なんで写しますね。はい、というわけで新生 A の誕生ですね。あ、でも割といい勝負してる。こことここはねちょっと近いですね。うん、いい勝負してるね。でも A がやっぱり一番多いですね。なんでこれとこれを最後足したらこいつが残るようにはなってますね。というわけでちょっとこぼしまくったんですけど入れました。というわけで最後この2つが残るということで、この問題の括弧2番が言っている事象は正しいですね。よくこんなのをね見つけましたよ、先生は。ペットボトルとか多分見て思いついたんだと思うんだけど、思いつくよね。それじゃあね、今日はこれで終わりにしようと思います。面白かったなと思ってくれたらぜひいいねをしてくれると嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それからツイッターもやってるんで、よかったらフォローしてください。それではバイバイ。